プリンセスプリンセス、関西プリンセス関西は関西の女性を対象としたミスコンテスト。2007年大会の会場となった新風館関西の女性を対象としたミスコンテストである。通称プリ館。当時の現役大学生らが創設し2007年から毎年開催されている。発足当初は女子大生のみを対象としていたが2010年により、 社会人や高校生のエントリーも可能になり、応募資格が年齢制限のみとなった。2010年以降は全国展開を掲げ、関西以外の地域でも開催されるようになった。それに伴い、2011年に関西地区のミスコンをプリンセス大阪へ名称変更し、全国展開している各ミスコンを含めた総称として、プリカンの名称を引き続き使用している。 関西系のテレビ、雑誌などによく出演している。映画とのタイアップや試写会がたびたび行われている。プリカン公式サイトエントリーページ名称変更のお知らせプリンセス関西プリンセス大阪インタビュー前年度グランプリ受賞青山育代さん関西最大級のミスコンテストプリンセス関西2008最優秀に同志社女子4年の青山さん関西学生 報道連盟、ジャンプスクエアで、タレント紛争期コピー連載、六本木ヒルズに、ビールデンバー出現。リアルライブ。http コロンスラッシュスラッシュ npn.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュスラッシュ71224330スラッシュ2015年3月15日閲覧。深谷エリコ、アカウントエグゼクティブ、社員紹介。採用情報。 株式会社グヌシー、2015年3月15日、閲覧。プリカンオリジナルの iPhone、ギャラクシー S のケースやカバーが作れる、ケースマン、チュートブラマヨの正月特番で、小杉がサスペンスな挙式、プリンセスと魔法のキス公開記念、ひな祭り。全国プリンセスプレミアを開催。立命館大生。 ガールズ・ロッカーが、関西最大級のミスコン公式テーマを歌う、坂井浦さやか、1年ぶり新曲が、関西最大級ミスコンの公式テーマソングに、ライビダーニュース2007年グランプリ青山行くよ、2009年、準グランプリ西村渚、沙、2010年グランプリ杉、エリコ、2010年特別賞かも池綾野、2010年、ケイスマン賞、清水さやかなどが該当する。 ありがとうございます。